なに真剣に悩んだのは初めてっていうぐらい、1ヶ月ぐらいですかね、淡々と考えさせていただいたんですけど、でも多分できなかったらできないって即答してる自分も絶対にいるんですよ。悩むっていうことは自分なんでしょうね、自分の中の可能性をこう頑張って探るみたいな作業を1ヶ月かけてやらせてもらったのかなって、真剣に向き合ってくださったんだなっていうことを感じて、やりますって言ってくださった時は本当に台本を抱きしめました。いろんなものを受け取ってもらえる作品にももちろんなっているんですけど、もう映画愛、監督の映画愛が詰まったとても気持ちのいい作品になっていますので、ぜひもういろんな視覚を使ってなんかこう感じ取ってほしいなと思います。